んにちは、サーヤです。今日はリクエストで私の持っているキャンメイクのコスメを全部見せてほしいと言われたので集めてみたらですね、じゃじゃん、こんだけありました。これをですね、今日は紹介したいと思うんですけど、ちょっとたくさんあるのでこれ紹介しつつ、まあ私のこの中でもよく使うものをねピックアップして紹介していきたいなっていうふうに思います。で、あのキャンメイク以外でもプチプラコスメを全部見せてほしいとか、お気に入りのものを紹介してほしいっていうリクエストもあったんですけど、ちょっとですね、実は私今自分の部屋で撮影をしているんですけど、この部屋のきちんと編集をする場所を作りたくて、いつも机に座ってこう床に、机に座ってはダメ、床に座って編集したりしてたんですけど、で撮影もね、この間紹介したクッションの上に座って撮影してるんですけど、やっぱり座ってる時間が一番長いので腰がね痛くなってきて、編集してるともう本当にしんどいんですよ。なので疲れてきたらちょっとリビングの方行って椅子に座ってやったりとかしてるんですけど、こうやっぱりね編集って長いことするから、自分のこの落ち着く場所で、静かな場所でやりたいなっていう風に思ってて、きちんとこう椅子に座って撮影も編集もちょっとできるようにしたいなと思って、お部屋をね改造中なんですよ。頼んだデスクが私の想像の何倍も大きくて、ドレッサーとかももう少しこう位置変えたりとかしなくちゃいけなくて、ちょコスメもね今ねあっちこっちにちょっと固めて置いてあるんですよ。なのでちょっとプチプラコスメもいろいろ紹介したかったんですけど、まとめてちょっとそれがねいろいろ大変で、今回はキャンメイクのものを紹介していきたいなっていうふうに思います。でお部屋の紹介もしてほしいっていうリクエストすごく多いんですけど、ここに引っ越した時に自分のお部屋はこんな感じにしたいなっていう、こう可愛いお部屋の理想がねあったんですけど、もうねできないねもう撮影も編集もここでやるって考えて、その大きい机も買ったので、それをこうドンって置いちゃうと、もうお部屋ってよりも仕事部屋って感じになっちゃうから、本当はねこういろいろこういう風にしてっていう理想があったんですけど、できないし、ちょっとその仕事部屋すぎちゃって、お部屋紹介ももう難しいかなって思いました。そういうこと考えるともうね今ねめちゃくちゃ引っ越したいんですよね自分の部屋もあって、ちゃんと撮影と編集する部屋も欲しいなって思って、まあね住んでみないと分かんないよね、こういう風にしたい、ああいう風にしたいって状況も変わってきちゃうし、とりあえずね頼んだ大きい机まだ組み立ててないんで、それもちょっとちゃんと組み立てなきゃいけない、組み立てられるのかっていう問題もあるけどね。はい、ちょっと前置きが長くなってしまいましたが、こちらキャンメイクのコスメ紹介していきたいと思います。ちょっとアップで見せようかな。はい、こちらがキャンメイクのコスメたちになります。これはマシュマロフィニッシングパウダーです。この色がすごく明るいカラーなんです。私一番明るいカラー買っちゃって、これも結構使ってるんだけど、これ全体にのせちゃうと顔が真っ白になっちゃうから、目元とかにだけのせてます。クマの部分とかにのせて目元のハイライトとして使ったりとかしてます。でもちょっと白すぎちゃうんで、自分の色に合った色を買いました。これはねまだちょっと買ったばっかだからそんなに減ってないんだけど、これはね自分の色に合った色です。これはクリームアイシャドウですね。キャンメイクのグローフルールチークスのシリーズ、私すごく好きで使ってます。あとアイシャドウとかもあったり、この辺はこの間紹介したステイオンバームルージュのリップですね。これはティントタイプじゃない方のシリーズですね。これはね私このピンクのカラーが好きで使ったりとか、ちょっとポイントとして使う感じかな。これはキャンメイクのクリームチークなんですけど、リップにも使えるやつで、私には珍しいちょっとオレンジをね挑戦して買ってみました。これはクリームチークですね。さっきのやつはあのリップにも使えるんだけど、これはまあほっぺだけかな。この色もねすごく可愛い色です。これ06番、 UV ケアができる下地、秋メイクだったかで新色で出たチークですね。意外とね可愛い色してるんですよ。青み系のピンクの色になります。これはハイライトですね。2色あったんだけど01番の方を使ってます。目頭のところのハイライトとかに使ったりしてる。そしたら今パパッと紹介したんですけど、この中からお気に入りを紹介していきたいと思います。じゃあまず私が普段でもよく使っているチークはグローフルールチークス04番。これは私はもう1色こちらの06番も持ってるんですけど、こっちは赤色でこっちはピンクですね。だいぶ減ってきてる。今日はねちなみに赤使ってるんですけど、そうやって気分でちょっと変える時は赤使うんだけど、やっぱり定番というかよく使うのはこっちのピンク04番の方をよく使います。続いてお気に入りはこちらです。ウィンクグローアイズ03番です。
3色動画でレビューしたんですけど、その中でも一番03番が好きで使ってます。アイシャドウベースとして使ったりとか、これ単体でナチュラルに使ったりとかしてます。なんか他の私が持ってるカラーにはないこのラベンダーの感じがすごく可愛いし、これ塗るだけでまぶたがツヤンとね見せてくれるので、とっても気に入ってます。これでも限定色なんだよね。今もあるのかな。クリームアイシャドウとかじゃないアイシャドウだと、私はこのパーフェクトスタイリストアイズのこのシリーズがすごく好きです。中でも私は07番と02番、どっちもなんだろう、ブラウン系なんですけど、まあ、07番は1個ね濃いピンクが入ってるんだけど、この2色すごく好きで使ってます。で、私この07番の濃いブラウンはラメ感も少なくてアイラインぼかすのにも使いやすいです。5色入ってるんですよね。その辺がすごくお得感があって好きです。これはキャンメイクの Your Only Gloss です。バームの方も持ってるんだけど、こっちよりもこっちの方が好きです。で、私03番のカラーが好きすぎてもうあんま入ってないんですよ。そう、仕上がりがねプルンとなる感じがすごくこっちは好きですね。色持ちもいいし、で発色も結構いい、濃いめのピンクに見せてくれます。01番のクリアの方もあって、こっちはもうちょっとナチュラルなピンクになる感じなんですけど、私は濃い方が好きなので03番の方をよく使ってます。これはクイックラッシュカーラーです。マスカラ下地なんですけど、コームタイプになってるところがすごく好きです。まつげが伸びるとかボリュームが出るってことは全然ないんですけど、カールキープ力がすごくて、コームタイプなのでまつげを本当にしっかり綺麗にカールさせてくれるんですね。で、この上に他のマスカラを重ねても全然下がらない、1日下がらないまつげにしてくれるので、カール用のマスカラ下地として使ってます。で、コームがついてるので綺麗にダマにならず、その上のマスカラとかも綺麗なまつげに仕上げてくれます。はい、今紹介したものが私は持ってるキャンメイクの中でも特によく使ってるものになるかな。値段もねとってもお手頃だし、買いやすい値段だと思うんですけど、私普段メイクする時も毎日決まったコスメを絶対これって使ってなくて、結構気分で今日はこの色使おう、今日はこの色のここの部分使おうとか遊んだりしてますね。ちなみにアイライナーだと私はこちらのねジェルラインアーティストのブラウン、これが私は好きです。繰り出し式のアイライナーなんですけど、最初の1回目はちょっと硬くて、あれこれちょっとまぶたに描くのに硬くないって思ったんですけど、1回この手の甲でちょっとパパパパパって描いてからだと描きやすくなったの。ほとんどリキッドでアイライナー描くけど、ふんわりした感じにさせたい時、柔らかい目元にさせたい時は使います。で、ブラウンが良かったからブラックも買いました。皆さんのなんかもしおすすめのめっちゃいいよっていうのあったら、ぜひぜひ教えてください。こんだけなんか集めてみてたくさんあったんで、キャンメイクの縛りメイクもちょっとできるなって思ったので、近いうちにキャンメイクのね縛りメイクもやりたいなっていう風に思います。まあ、すぐできるかわかんないんですけど、ちょっと考えてキャンメイクメイクもやっていきたいと思います。というわけで今日はキャンメイクのコスメ紹介と、ちょっと最近ねお部屋改造に悩んでるんですっていう話でした。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。ドレッサー紹介もちょっとそのお部屋の改造が落ち着いてきちんと整理できたらこうやりたいなっていう風に思います。